はい、始まりました。どうぞ。はい、じゃあよろしくお願いいたします。い、よろしくお願いいたします。はい、サイバートラストの豊岡です。今日は、EM Linux っていう、弊社で開発している、Linux 製品がありまして、そちらをの開発を通した、OSS 活動について、お話しさせていただければと思います。あ、すみません、ちょっとスライド、変画面になって。本日はこういった流れで、お話を、できればと思います。まずは、セキュリティアップデートっていうのが、最近組み込みでも必須ですよねっていう話が出てきてるんですけど、でも、とはいっても、なかなか、実現するのってなかなか難しいですよねというお話がありますと。で、弊社では、EM Linux っていう、製品開発していて、それは、継続的なセキュリティアップデートを、お客さんに提供していくっていうためのものなんですけれども、それがどういったものであるのかっていうところと、あと、その開発を通じて、我々が、OSS、いろんなアップストリームとか、いろんなコミュニティに対して、コントリビューションを行っている、ところについて、いくらかお話しできればと思います。で、最後に、ちょっと、まだこれから、やりたいこと、フューチャーワークなどについてお話しできればと思います。まずちょっと自己紹介なんですけれども、豊岡と言います。で、サイバートラストという会社で、EM Linux という製品の、エンジニアリングマネジメントを行っています。で、サイバートラストっていうのは、昔の、ミラクルリナックスっていう会社があって、で、そこと、旧サイバートラストが合併して、できた会社になります。で、私自身は最近だと、CIP、シビルインフラストラクチャープラットフォームっていう、プロジェクトがあって、で、サイバートラストも、そこのメンバーなんですけれども、そこのテスティング、ワーキンググループのところとか、あと、メタデビアン、のところで、いくらかコントリビューションをさせていただいています。で、あと、自社の方でホスティングしている、メタ EM Linux とかメタデビアンエクステンデッドっていうリポジトリがあるんですけれども、そこのメンテナンスをやっております。で、まずセキュリティアップデートなんですけれども、最近、組み込み Linux でも、セキュリティアップデートを必須だというふうに、認識されることが多くなってきたかなと、思います。ただ、実際やろうとすると結構いろんな障害があって、なかなか、大変、ですと。で、ちょっとここに、2点書いたんですけれども、1つは、大体組み込み Linux で製品に組み込もうとすると、アウトオブツリーのパッチっていうのが非常に、大量にありますと。で、それがあると、せっかくコミュニティの方でセキュリティフィックスが出ているんだけれども、それをバックポートするのがなかなか、難しかったりすると。特に年数が経過するとどんどん難しくなってくると、いうようなことが起こります。で、そのアウトオブツリーのパッチってどこから来ているかっていうと、大半のところは、SOC ベンダーさんが出している BSP に元から入っている、アウトオブツリーのパッチ、っていうのが大半なんじゃないかなと思います。で、もちろん、カスタムボードで、製品作られることが多いと思うので、そのサポートをするためのコード、独自のコードにも、その部分というのも、アウトオブツリーのパッチになるかなと思います。で、2つ目の難しい点としては、セキュリティアップデートをすると、やっぱり、アップデートをデプロイする前にですね、やっぱり何かしらの、QA プロセスを踏まないといけないと。で、それを毎回アップデートのたびにやっていると、非常にコストが、高くなってしまうと、いうようなお話があるかなと思います。で、一番下に書いてあるやつは、2年前の、加藤さんの、資料から引用させてもらったんですけど、LTS 使ってますだけだとダメで、ちゃんと、4.19で X の、X の部分、セキュリティフィックスがちゃんと、積み上がってくる部分ですね、そこをちゃんと上げ続けないと、意味がないですよねという話が、以前あったかなと思います。で、ちょっとこの線を引いたところですね。ちょっと、
どうすればいいのかっていうところについて、考えてみました。まず一つはアウトオブツリーのパッチが大量にあるというところなんですけれども、これもなかなか完璧な、解というのはないんですけれども、おそらくできるだろうというのは、2つあります。一つは、アウトオブツリーのコードをそもそも、最小化するというところですね。で、一つ考えられるのは、その SOC とか、ボードとかの、対応コードですね。そういったものが、アップストリームの方に、特にカーネルのアップストリームの方に、十分に入っている。そういった、SOC だったりデバイスを使うと。たところっていうのが一つ、考えられるところかなと思います。だいたい1000パッチ以下とかだとまだいい方で、結構多いところだと5000パッチぐらいアウトオブツリーのコードが入っているBSP とかもあったりするので、そういったところを、見て、SOC を選ぶとたところっていうのが一つできることかなと。ただ新しい SOC だとまだカーネルの方にアップストリームの方にまだコードが十分マージされてないっていうパターンもあるので、これはどうしてもケースバイケースになってくるかなと思います。であともう一つはアップストリームのコードをそのまま使う、十分にメインラインに入っている場合ですけれども、もしくは、独自のコードあるいは、アウトオブツリーのコードを、アップストリーム化すると、もし可能ならですけれども、そういったことっていうのが一つ考えられるかなと思います。もう一つ、アウトブツリーのことを最初できるだけ最小化した上で、このセキュリティフィックスを、取り込んでいくときに、どうやって、やるかというと、アウトブツリーコードをコミュニティのその最新のリリースに対してリベースをしていくと。つまりアウトオブツリーコードが入った状態でそのコミュニティの修正を取り込んでいこうとすると、もう、コンフリクトが大量に発生するの で当然コミュニティでのフィックスの数の方が大量にあるので、なるべくそのコミュニティの、リリースに対して最小化されたアウトオブツリーのコードをリベースしていくというような、そういった形の方がいいんじゃないかなと、考えています。で、これは2通りやり方があって、これはどっちがいいっていうのは言いづらいんですけれども、1つのやり方は、アップストリーム、アップストリームというかコミュニティのその最新のバージョンあるいはリビジョン、例えばカーネルで言うと、例えば 5.12 とか 5.13 が出たらもう そこに、乗り換えていくと。いうようなやり方ですね。ローリングアップデートに近いやり方かなと思います。これのいい点は、修正、セキュリティ修正が一番早く手に入るというところですね。LTS のブランチには、その、アップストリームにマージされた後に、LTS の方にバックポートされていくので、アップストリームの方に先に修正が、来ますというところですね。ただ、一方でですね、最新のバージョンっていうのは、フィーチャーチェンジというか、機能変更とか、インターフェースの変更とかですね、そういったものもありますので、どうしてもプロダクト固有のコード、アプリケーションだったりとか、独自のデバイスドライバーだったりとか、そういったところに変更が生じるっていう可能性が結構高いかなと思います。一方で、SOC ベンダーさんによってはですね、BSP のアップグレードを、1年に1回とかですね、提供されているところもあります。で、そういったものにどんどん、追従していくというような、ことも一つ考えられるかなと思います。で、もう一つオプション2としては、これは最新の LTS のブランチに、リベースしていくと。で、LTS のブランチが、あるかないかっていうのは、ソフトウェアによっても違うので、これはもし利用可能な場合なんですけれども、カーネルとかであれば LTS がありますと。で、LTS のブランチは基本的にバグフィックスしかマージされないので、基本的にプロダクト固有のコードに対する影響というのは非常に小さいかなと思います。なので、検証とかもですね、やりやすいのかなと思います。
一方でですね、LTS 期間っていうのがあって、まあ、例えば Linux 関連だと、まあ、通常2年で、まあ、最近6年になることが多いんですけれども、まあ、それを超えてしまう、まあ、超えてしまうというか、それを超えてその製品に使おうとすると、まあ、基本的にはそのやっぱり新しいバージョンにアップグレードをしないといけないと、いうことになる、になります。なので、ちょっとオプション1とオプション2は、まあ、プロスコンスあるかなと思います。で、ただ、どちらの方法を、使うにしても、まあ、もう一つ、QA のプロセスをどうにかしないといけないというところがあります。で、まあ、QA の、まあ、コストが高くなってしまうというのは、やっぱりこれはある程度やっぱり自動化で、解決していかないといけないんだろうなと思っています。で、まあ、テスト自動化というのが、まあ、一つ、候補になるかなと思うんですけれども、まあ、従来ですと、まあ、ここに書いてある図のように、まあ、開発して QA をして、でリリースをしてと、まあ、ちょっと非常に単純、すごく単純なモデルですけれども、まあ、こういった形であまりアップデートというのはあまり発生しないということが、多かったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今となってはもう、定期的な、定常的なアップデートというのを前提にして、まあ、QA プロセスも、考え直さないといけない、というふうに考えています。で、これはさっきのオプション1でもオプション2でも、まあ、ローリングアップデートでも、まあ、LTS でも、まあ、同じかなと思います。で、まあ、そういった課題が、いろんな課題があって、で、我々は、まあ、それを、まあ、一つの、まあ、解決法として、まあ、EMLinux という製品を、作って、まあ、我々のお客さんに提供しています。で、まあ、これは、まあ、簡単に言うと、まあ、ヨクト、のビルドシステムを使った組み込み Linux 環境ですと。で、コミュニティエディション、まあ、OSS として利用可能なコミュニティエディションと、あと、プロダクトエディションっていうのも、あります。で、これはどうして作った、こういうのを作ったかというと、まあ、セキュリティフィックス、セキュリティ修正を、継続的に、提供していくといったところが目的になります。で、どうやってやってるのかというのは、ちょっとこの後また詳しく説明しますけれども、まあ、一つは、LTS に基づいて、やっていますよと。で、あと、CIP、シビルインフラストラクチャープラットフォームのプロジェクトの、長期サポートのカーネルであったり、あと、メタデビアンというデビアンを、デビアンパッケージを、ヨクトで使えるようにする仕組みであったり、そういったものを、活用させていただいて、作っています。で、あと、テスト自動化も、推し進めていますと。で、そこで見つかった、バグの、まあ、修正などについては、ちゃんとアップストリームに投げて、ちゃんと、還元して、で、まあ、それで、まあ、メンテナンスコストを上げないようにするというようなことをやっています。で、どうして LTS モデルを、選んだのかっていうと、やっぱり LTS モデルの方が、ほとんどのユーザーにとっては、セキュリティアップデートのプロセスを、まあ、開始しやすい、始めやすい、というふうに思ったからですと。で、まあ、当然、そのセキュリティアップデートのプロセスには、テストの自動化なども含まれますと。どうしても機能変更があると、テストケースなんかも変えないといけないので、まあ、LTS モデルの方がそこは再利用性が高いだろうと思っています。で、まあ、ちょっと下に同じこと書いてますけれども、まあ、機能変更とかインターフェースの変更が少ないので、まあ、プロダクト、まあ、製品、固有のコードに対するインパクトも少ないだろうと、いうところですね。で、次に、何を活用しているかというところなんですけれども、一つは CIP カーネルというのを活用しています。で、CIP の方で、スーパーロングタームステーブルカーネルというのを、メンテナンスを、していて、これは、まあ、10年以上、このプロジェクトでメンテナンスしますよとしているものになります。で、このカーネルの開発は、アップストリームファーストのポリシーになっていて、基本的には、LTS のコミットを全部、この SLTS のカーネルにマージされています。で、まあ、2ヶ月に、いや、すみません、2ヶ月じゃない、1ヶ月に、1ヶ月に2回ぐらいの、リリースが行われています。で、ちょっと図の方に書いてあるように、まあ、カーネルコミュニティの方でですね、だいたい最近は6年のメンテナンス行われることが多いかなと思うんですけれども、まあ、残りの4年については、CIP の方で、まあ、テイクオーバーして、メン
メンテナンスをしていくというようなスキームになっています。でもう一つ、カーネル以外にもですね、デビアンパッケージを、よく取り使うために、メタデビアンというものを、使っています。これは東芝さんが中心になって開発を、されていたもので、これを、使うのはデビアンのいいところを、ヨクトでも使えるようにするためですと。で何がいいところかというと、デビアンのステーブル、今だとバスターですけれども、これは基本的にバグフィックスだけしか、取り入れていかない、バグフィックスだけを取り入れていくような、形のメンテナンス方法になっているので、LTS モデルとしては使いやすいというところですね。であと、デビアンの標準の3年に加えて、2年の LTS 期間があるので、これも使いやすいといったところになります。でこのメタデビアンでは、このデビアンのポイントリリース、10.1 とか 10.2 とかっていう形で、2、3ヶ月に1回ぐらいポイントリリースがデビアンの方であるんですけれども、このポイントリリースのたびに、パッケージのアップデートを、このメタデビアンに取り込んでいくような形のメンテナンスになっています。でいくつかのパッケージについては、CIP コアパッケージというふうに指定されて、これについては、10年ぐらい。メンテナンスされていく予定になっています。で、下の方に書いてあるメタデビアンエクステンデッドっていうのはちょっとメタデビアンにある、パッケージだけだとちょっと我々のお客様に対してはパッケージ数が足りないと、いうところがあるので、追加の、パッケージをこのリポジトリに入れています。でこれは我々サイバートラックの方で、開発をしている形になります。あとテストの自動化ですね。CIP でもテスト自動化やっていますし、EM Linux としても、インハウスなんですけれども、テスト自動化をやっています。で、CIP の方はですね、CIP のテスティングワーキンググループというのがあって、あそこで、カーネルと、あと、メタデビアンだけじゃないんですけど、デビーとあともう一つはアイザーというのがあるんですけど、そちらの方を扱っています。で、そこでテストされたものをですね、我々は EM Linux CI というインハウスのシステムを開発していて、でここに取り込んでですね、検証しているという形になります。でテストケースは、一部 CIP の方と重複もしているんですけど、CIP の方は、ビルドとブートと、あとスペクターメルトダウンのテストと、あと LTT、あと KSELF テスト、KSELF テストは今、オンゴイングで進行中なんですけど、こういったテストをしています。でデバイスは30個ぐらいつながっています。EM Linux CI の方はですね、ビルドブートと、あと、ヨクトのパッケージテストですね、T テスト、あと、独自に作っているスモークテストというのがあります。であと、KSELF テストを、含めて、で、30以上の、ビルダーを定義して、テストしています。デバイスの数は、4つ、5つとか、5つとかなんですけど、それに対していくつかの構成があるので、30以上のビルダーを作っています。でここで見つかった問題っていうのは CIP にしても EM Linux にしてもなるべくアップストリームの方に、入れていくというような、形になっています。 あと当然手動でのテストっていうのも、やっています。で、あとカーネル、すいません、ここからがですね、サイバートラストからの、OSS 活動、コントリビューションのお話になります。でまずカーネルの方なんですけれども、CIP の、スーパーロングタームステーブルカーネルのメンテナンス活動に参加しています。で CIP のですね、カーネル、今のカーネルチームのチェアは、サイバートラストから、出しているという形ですね。あと CIP のテスティングワーキンググループでも、活動しています。で一つはラバですね、CIP のラバというのがあって、この、4つぐらい、ラボがあるんですけれども、その1つがサイバートラストのラボになっていて、いくつかのデバイスがつながっています。で、このラボは、カーネル CI の方からも実は使われていて、で、結構、カーネル CI の方からいっぱいジョブが飛んできます。なので、間接的に、アップストリームとか LTS に対しても、貢献をしているというような形になります。それから、当然、このテストシステムを作るために、コードも
たくさん書かないといけないので、まあ、新しい機能とかバグフィックスとかを、いくつかのプロジェクトに、出しています。一つは、まあ、CIP のテスティングワーキンググループのところですけれども、今ちょうど進行中なのが、K セルフテスト、カーネルのセルフテストの、インテグレーションが今進行中です。あとカーネル CI の方はですね、いくつか、まあ、カーネル CI コアとか含めてですね、いくつかの、ソフトウェアに、貢献をしています。あとちょうどこれは昨日マージされたばっかりなんですけれども、あのラバの方にもですね、ちょっと、一部貢献をしたりとかしています。はい、で続いて、メタデビアンに対するコントリビューションですね。ここが多分一番ボリュームとしては大きいところなんですけれども、あの東芝さんが中心になって開発をされているんですが、サイバートラストからもかなりの数、貢献をしています。ウォリアーブランチ、まあブランチが切られてからは525コミットぐらいあるんですけど、そのうちの142コミットなので、まあ、大体 25% ぐらいですかね。そのぐらいは、力出しています。であと、まあ内訳としてはまあパッケージの追加であったり、あとちょっと後で詳しく話しますが、翌年の CV 機能の、CV チェック機能の、デビアンセキュリティバグトラッカー連携とかですね、そういったものがあります。であと他にもレシピのアップデートとか、まあ、その他のバグフィックス、バグ修正などがあります。で、ちょっとまあ、代表的なところだと、この CV チェックフィーチャー with Debian Security Bug Tracker というところがあるんですけれども、翌年にもですね、翌年にもというか、翌年にもともと CV チェック機能というのがあります。で、こういった、ここに示すようなフォーマットで、どの CV がどのパッケージに対して、パッチ度なのか、アンパッチ度なのかというのを示す情報が、自動で出てくるんですけれども、この情報を出すときに、NVD っていうアメリカのナショナルバルネラビリティデータベースですかね。そこのデータベースを使います。で、それだけを使ってしまうとちょっと問題があって、このデータベースっていうのは、バージョン番号を、脆弱性が含まれているか含まれていないかの判断に使うんですね。なので、例えば、まあ、これは、例えば、OpenSSL の 1.1.1D というバージョンなんですけれども、もし仮に、この一つ先の 1.1.1E というバージョン、リビジョンで、セキュリティフィックスが行われた場合、この 1.1.1D だと、脆弱性がありますよっていうふうに判定されます。で、それはちょっとデビアンソースパッケージを使うときにはちょっと問題があって、ちょっと追加の考慮が必要でしたと。で、どうしてかというと、デビアンの方だと、セキュリティバグ、まあ、セキュリティのバグのフィックスっていうのは、基本的に同じバージョンに対して行われるんですね。例えば 1.1.1E で行われたバグフィックスであれば、1.1.1D の例えば Debian 10 Update 2みたいな形でバージョン番号が上がっていくという形になります。なので、Debian の方ではもう直ってるんだけど、NVD を参照すると直ってないということになっている、つまりファルスポジティブですね、が発生してしまうということがあります。なので、これを解決するために Debian Bug Security Tracker というのが、もともと Debian の方にセキュリティバグトラッカーですね。ちょっとこれで、単語が前後しますけど、セキュリティバグトラッカーというのがあって、そこにどのデビアンのバージョンで、どの CV が修正されているかっていう情報があるので、まあ、その情報を使って、この CV チェックの情報を保管してあげるということを、やりました。でこの機能はもうすでに、メタデビアンの方にマージされています。他にもですね、まあ、ヨクトとかオープンエンベデッドの方も、貢献をしています。まあ、ライセンスの間違いとかも我々もたまに見つけるので、まあ、そういったことがあれば、これ間違ってますよと言って修正パッチを送ったりしています。であと、まあ、ユーティルリナックスとかですね、あとビルドボットとか、まあ、必要に応じて見つけたバグをですね、まあ、バグであるとか、あとちょっと足りない機能とかを、まあ、アップストリームするというようなことをやっています。で最後に、まあ、今後の
やりたいことなんですけれども、ちょっとこれだけではないんですが、一つは、テストケースをもっとたくさん拡充していきたいなと考えています。今ちょうど CIP のテスティングワーキンググループの方で、KSELF テストの、インテグレーションをやっているので、それを引き続きやっていくと。それから、パッケージテストについても、もっとたくさん、使えるようにしていくといったところがあります。あとは、カーネル CI とのコラボレーションをもっと拡大していくといったこともやっていきたいなと思っています。それから、あとは、Linux カーネルとかですね、あと Debian に対するコントリビューションっていうのも、もっともっと、増やしていきたいなというふうに考えています。ひとまず、ここまでで、私のスライドは、終わりになります。ご清聴ありがとうございます。何かここまででご質問等ありますでしょうか。はい、諸岡さんありがとうございます。あ、そうだ、拍手っていうあれもできるんだよな。それいけ。パチパチ。皆さんぜひご自由に、コメントであるとか質問であるとか、どんどんお話しください。あ、すいません、いいですか。もし。はい。ソニーグループ株式会社ってまだ言い慣れないんですけど、の田中です。発表ありがとうございました。この発表の中で、メタデビアンとメタデビアンエクステンデッドってやっというのがあって、メタデビアンの方のいくつかのパッケージは CIP コアパッケージで10年サポートされるというお話があったんですけども、はい。このメタデビアンとメタデビアンエクステンドの中に10年サポートされるパッケージとそれ未満のパッケージっていうのが含まれる状態になると思うんですが、はい、そこは何だろう、頑張って全て10年サポートしてるようにしてるのか、一定のパッケージだけは10年サポートしますけど、他のは、はい、それより早くサポートなくなりますよっていうことにしてるのか、どうされてるんですか。ですね、CIP、コミュニティの、としての、CIP としては、基本的にはこのCIP コアパッケージだけが、10年、サポートされるという形になっています。なので、コミュニティベースだと、基本的にこのコアパッケージに指定されないものっていうのは、メンテナンスされない形に、デビアンでメンテナンスが終わった後は、メンテナンスされないと。いう形になります。で、一方でちょっとこれは製品の話になっちゃうんで恐縮ですけど、うちの EM Linux としては、不足する部分については、独自に、やっていきますよというふうになっています。なるほど、それは素晴らしいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。手を挙げていらっしゃる方がいて、吉田俊介さんどうぞ。すみません、これ多分これ間違いです。間違いです。ついでに何か喋りませんとかそうじゃないか。一応同じ会社なんで、やめておきます。ちょっと、おろし方がちょっと、はい、もう一度ね、クリックすれば大丈夫です。平松さん、どうぞ。あれ、平松さん、今手を挙げましたね。すみません、間違えました。早すぎる。ちょっとこれ作り方がよくわからなくて。あ、なるほど。あれですよ、拍手の隣に手を挙げるがあるんです、うん、そうだね、うん、手を挙げるのところをもう一度クリックすれば手を下ろすことができます。手を挙げると手を下ろすことができます。あそこがトイレになるんで、はい、手を挙げてみました。じゃあ根本さんどうぞ。はい、メタデビアンエクテンドってちょっと一度使わせていただいたことがあります。ありがとうございます。そうですね。ありがとうございます。で、その時にちょっと迷ったのが、はい、どちらにも入ってないレシピを作った時にどっちに還元すればいいのかなというのを迷って、はい、その時は、結局メタデビアンの方に出たんですけど、その辺のポリシーって何かこう取り決めというか、あるんでしょうかね。そのちょっとドキュメントとか見てもよくわからなかったので、はい、そうですね、実はまだあんまりその辺の取り決めはなくて、ざっくり、ちょっと我々の認識だとざっくり、ヨクトのコアイメージミニマル相当の部分であれば、メタデビアンでいいのかなと
思ってますと、で、それ以外のところは、ちょっとそこはあんまり実は、東芝さん、東芝の人たちともあんまりまだ会話できてなくて、はいはい。はい、というところですね。なので、メッチャデビアンの方に取り込んでもらえるんだったら、そっちの方が多分いいと思います。はい、あのメタデビアンエクステンデッドにあるのも、なんでこれ、メタデビアンの方に行かないで、こっちにあるのかなって、ちょっと不思議に思ったりもしてたので、なんかその辺分かりやすくなってるといいかなと、はい、使ってみて思いました。あ、分かりました。ありがとうございます。あとちょっと、理由がちょっともう思い出せないんですけども、はい、あのレイヤーの優先度の順番がありますよね。はい、でデフォルトだと確かメタデビアンエクステンデッドの方が優先されるようになってて、はい、で何かでちょっと問題が起きてその辺をいじった記憶がちょっとあるんですけども、すいません、はい、ちょっと記憶があの定かでないんですけども、はい、あの方針としてはメタデビアンエクステンデッドを優先っていうのがまあスタンダードというか、それを想定されてるっていうことでいいでしょうか。そうですね、サイバートラストの方ではそれを想定していますね。あのちょっとあの裸域みたいな時があって、そのどっちにも同じレシピが存在しているフィールドっていうのがあるんですね。そう、その時にちょっと我々としてはあのエクステンデッドの方を優先したいっていうのがあるので、まあ、そういった優先度の付け方になってますね、はいはい。まあ、時間が経てばあの どっちかになるんですけど、はいはい。じゃあ逆にもしそういうの見つかってちゃんと覚えてたら、あのこういう問題があるっていうので、まあコンフリクトというかそのミスマッチを解消してもらうっていうのが、まあ、正しいやり方だったんでしょうかね。そうですね、まあ、何かその状況とかをあのイシューとかに書いてもらえると、多分一緒に調査とかもできると思うので、はい、すいません、ちょっとその時に何が問題だったか忘れちゃいました。はい、今回です。はい、また使ってもらうかと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。根本さん、ありがとうございました。あと、山口さんから手が上がってます。あ、すみません。ちょっと、もし、あの、質問させてください。あ、はい。はい、あの、今、メタデビアンでロングタームのサポート、非常に素晴らしい取り組みで、ちょっと、あの、手元で使わせてもらったりしてるんですけど、あ、はい。あのヨクトのアップストリームのメンテナンスサイクルが短くなってて、ツールの方のメンテナンスが LTS 選ばないとあのすぐ止まっちゃってたりするんですね、最近。はい、で次のバージョンのプランがあるとすれば、あのツールのところの絡みでヨクトの LTS に乗っかるのかとか、そういう議論されてればかどうかとかって教えてもらえないですかね。はい、ですね、社内では、ちょっとそのあたり議論は始めていて、まあ、できるだけやっぱり緑都の LTS をあのベース、まあ、ビルドシステムの部分としても使っていきたいですねという話は出ていますと、はい、ただ一方で、あのちょっとメタデビアンがデビアン あのサイクルに合わせている関係で、そのデビアンって2年おきにリリースなんですけど、はい、あのヨクトの方も、2年おきに LTS を出して、でそのサイクルがちょっと1年ぐらいずれていて、なんかちょっといいタイミングがなかなかちょっと合わないんじゃないかなっていう、ちょっと今、はい、そこはちょっと課題として、はい、認識しているという形ですね。ちょっと我々もあのちょっと子会社のリネオソリューションズがあのヨクトのメンバー企業だったりするので、はい、そのあたりを通してちょっとヨクトの LTS についてちょっとあのコンタクトしようかなとは考えているところです。はい、ありがとうございました。はい、はい、松本さんどうぞ。あ、お疲れ様です。平子さん、あの私も最近仕事でステーブルバージョンアップの仕事をして、あのマージ作業とかやって、まさにそのテストやんなきゃっていう、はい、やつやったんですけど、あのラバの、リナロのラバですよね、あれって。はい。今は独立したっていうのは。あ、この資料の中で出てきた、あのテストフレームワークのラバ。あ、ここで言ってる ラバがってことですね。はい。あ、はい。
あれを使うと、ちょっとあれがただの実行環境のことをラバって指してるのか、そのラバ上で動くテストも含めて、ラバってちょっと表現していくまでちょっと読み切れなかったんですけど、あれを使うと、はい、ステーブルバージョンアップマージしたときとかも、なんか結構役に立つテストが入ってるみたいな認識でいいんでしょう。なんか存在は、何が言いたいかっていうと、はい、存在は知っているんだけど、はい、それをどう活用してるのかって結構みんな各社の中でいい感じに使ってるって感じで、はい、なんかうまみ成分あまり知らなくて、そこをちょっと聞きたいなと思って。はい、あ、なるほど。ですね、ラバー自体にはテストケースは入ってないんですね。電源入れたりデプロイしたりとかですよね、はい、確かあれ。そうです、そうです。はい。実機にはい、イメージデプロイしたりとか、うん、実行のトリガー、シリアル経由で何か実行させたりとかですね、うんうんうん、そういったことができていて、で、まあ、だからブートぐらいができますので、うん、ビルドは当然別の、例えばジェンキンとか、ビルドボットとか、うん、はい、とかでやりますと。で、ブートした後のテストについては、テストケースの記述っていうのも YAML ファイルで、うんうんうん、行うので、それをラバに食べさせて、なるほど、なるほど。各ボードで実行するっていう感じですね。なるほど。じゃあ、そっか。じゃあ、あくまでもやっぱそのテストを、そのステーブルマージするにおいて、このテストやったらいい感じだよね、みたいな、コンセンサスがあるテストっていうのは、まあ、その中では特にないってことですよね。まあ、そうですね。はい。まあ、典型的には、まあ、今だと K ユニットテストを走らせるのか、まあ、LTP はまあ、みんな、たびたびこの回でも話題になってますけど、LTP を使うのかどうかありますけど、まあそういうのをまあ使うか何かってことですね。はい、ありがとうございます。ちょっと平松さんからコメントがありそうな気がする。あ、あ、そうか、ラバつながりで。チャットの方にも書いたんですけど、ラバのですね、使ったリナロの方でやってる LKFT っていうプロジェクトの方で使っているテストデフィニションっていうのがあるんですけど、それのレポジトリが実は、チャットの方に書いたところにあります。はい、で、これ、はい、うちではなんか基本的にはこれを組み合わせて使いっていうことになっていて、はい。で、そこ見ていただくと分かるんですけど、テストケースの中にいろんなテストがこう組み込まれてる状態になってます。おお。オートメイテッドっていうところかな。オートメイテッドっていうところの下に、Linux 用のテストが、山のように入っていて、で、それぞれ、その、要は、テストに対して、このソースコードを取ってきて、こいつをビルドして、こういうふうに流したら、こういうふうな結果が出るから、それはこういうふうな意味だよ、みたいなことが、まあ、書かれてるっていう感じですね。なるほど。テストデフィニションズの存在は知ってたんですけど、あんまりなんか中身をちゃんと見たことはなくて、確かにいっぱいありますね。素晴らしいですね。そう、結構多分みんなこれ各社秘伝のタレで、これぐらいテスト、これを実行してうまくいっては、まあ大体うまくいくよねっていう秘伝のタレがあって、そういう各社ある。で、私転職何回かやってるんですけど、結局みんな同じことやってるなって印象はあって、もうなんかもうちょっとなんかないかなみたいなって、うん、感じだったので、ちょっと聞いてみます。ありがとうございます。本当はみんなで持ち寄ればいいんですけど、LKFT の方は今またチャットに置きましたけど、Git レポジトリっていう形で、なんていうんですかね、使ってるソースコード全部公開して、これは何だよっていうのを、書いているっていう感じですね。共有できるようにしてます。充実してるのかな、これ。去年のプランバーズで、なんか CI 関連のセッションがあって、うん、まあ、こういう、いろいろやりたいことに応じて、いろんな環境もあるし、みんなそれぞれ結果持ってたりするから、それをまとめる仕組みが欲しいねみたいな感じで、名前忘れちゃいましたけど、なんかそれも聞いた覚えが、うん、3年前くらい聞いた覚えがまあみんなやろうとしてますけど、なかなかっていうところですね。ただほとんど、ほとんどが多分ラバーベースでやってるので、そこのところ分かり合えないかなとは思うんですが。そうなんですね。そうですよね。で、だいたい出力は JSON で出せたりするので、それを統合してみたいな、そんな話を
去年のプランバーズでやってました。うん、はい、あ、日下部さんがずっと、はい、ありがとうございます。日下部さんどうぞ。はい、あ、すみません、あのさっきちょっとコメントできないけどすみませんでした。あのちょっとこの件でお聞きしたいことが一つあるんですけど、あのちょっと聞き逃したら申し訳ないんですけど、あの LTS とかで例えばカーネルのバージョンを新しい LTS とかに上げたいと思った場合に、あの組み込みだとあの DSP 使ってる場合が多いと思うんですけど、あの例えば GPU とか、まあ、DSP 関係のバイナリー提供のドライバーがある関係でなかなかそのカーネルアップデートが難しい買ったりすると思うんですけど、そういうのなんか、はい、どう工夫されてるかってもし教えていただければ、はい、あのちょっとお聞きしたいなと思って質問しました。そうですね、そこはすごく悩ましくて、あの基本的にはうちだとあのもう個別にあの、はい、SOC ベンダーさんと会話させてもらって、はいはい、そこでちょっと個別に対応させてもらってるっていうケースが多いですね。というので、うん、ちょっと あまりそのなんか個別のことについてちょっとなかなか言いにくいっていうのがあるんですけど、そうですよね。まあ基本的にその1年に1回あの、BSP 1年に1回以上 BSP 出されている SOC ベンダーさんであれば、まあカーネルのところは多分ソースコードになっているんじゃないかなと思うんですけど、あのユーザー空間のバイナリードライバーのところはまあ基本的にはそのまま使えるんじゃないかなと、あの、うん、LTS のアップデートを当てていったとしても基本的にはその部分は使えるんじゃないかなと思いますね。あの僕去年転職してしたんですけど、前職は車の部品メーカーにいたんですね。でその時は、はい、まあ、浅場さんだったりとか、宗像さんみたいな、あの、なんていうんですかね、いろいろ助けていただいて、カーネルアップデートとかもいろいろ仕組み作ってやったんですけど、いざ自動車メーカーに来てみると、やっぱそこまでできてる部品メーカーが多いわけではなくて、なんていうんですかね、その結構、この辺の問題って今、各社が苦労してるかなっていうのが一つと、あと、車メーカー自体が今、レギュレーションが変わって、今、自動運転に関わる EC が乗ってる場合は、OTA 使って、ソフトウェアのアップデートがもうマストになって、で、それ対応しないと、車検とか、型式が取れなくなったんですね。そうですね。で、まあ、Android とか今、そういうのに備えて1年に1回アップデートする仕組みとかどんどん入れ込んでるんですけど、そのなんていうんですかね、車メーカー、まあ車の部品メーカーに関わるところで言うと、やっぱりこの辺の仕組みを今後作っていて、まあまあどこまで共通化できるかちょっと別の議論だと思いますけど、業界全体の今課題が出てきているので、非常にこれ大事な話だなと思って聞いてて、あのぜひ部品メーカーにも紹介したいなと思って聞いてました。それあのすみません、それって OTA という仕組みをサポートしてるっていう話なのか、それとも実際にその OT の中身で更新するソフトウェアが更新できないといけないっていう仕組みなのかっていうので、ちょっと違ってくるんじゃないかなと思うんです。レギュレーションで言われてるのは、OSS 含めて、サイバーセキュリティの仕組み、サイバーセキュリティの対策をしなさいっていうふうに決められてますね。でそこで例えばそのバイナリーが入っていてはいけないとかではなくて、入っていたらいけないとか、そのソースコードの改変アップデートバージョンアップしてはしたら、ビルドできなくなってはいけないとか、そういうレベルの話ではないですよね。そういうレベルの話ではないですね。そこがなんか多分齟齬が出ちゃうんじゃないかなって思うんですけど、つまりファームウェアみたいな形で存在しているものとバージョン、カーネルのその受け口のバージョンが必ず合ってないといけませんよっていう作りになっていると、どうしてもファームウェアに引きずられて絶対アップデートできないんだけれども、形としてはその両方アップデートすればいいでしょうみたいな話になってくるから、なんか、どっちかというとその ISO 的な、プロセスがきちんとしてますかっていうようなところの監査が入らないとなんか無理な気がするんですよね。確かにその辺はなんか結構醸成させていく必要あるかなという感じはしますね。どのレベルでどういうふうに
で多分、もうこれ昔からそうではあると思うんだけど、やっぱ顧客である人たちが、まあ、自動車だったり自動車業界として、いやファームウェアバイナリーブロブで提供されちゃうと、ステーブルバージョンアップとかが容易にできなくなっちゃうから、そんなものは困るというようなのをきちんと多分発信していかないと、状況が全く変わらなくて、まあ、あと自分が業界長くいて思うのは、そのチップベンダーが出すものは、きちんとステーブルバージョンアップチップベンダー側でやってほしいなって思っていて、そのリクエストって、じゃあでメーカーはつらいつらいっていう、あの個々の担当者は言うけど、じゃあメーカーの業界団体みたいな、メーカー総意としてきちんと、我々は、BSP は結構がっつり商品に使うから、ステーブルバージョン上げてもらえると、あのすごいみんな助かると。でそれで例えばお金足りないんだったら言ってよみたいな、そういう会話きちんとやってきたかっていうと、やってないと思っていて、それが多分一番問題で、だから需要が、チップベンダー側から見えないから、別にステーブルバージョンアップしないで出せばいいやみたいな、だから本当はこういう場所で、組み込みメーカーは、ステーブルバージョンアップすごい大事だから、チップベンダー側でやってほしいと。でそのための工数もし必要だったら、いろんな会話できる準備があるよみたいなメッセージを本当は作っていかなきゃいけないんだろうなっていうのが、10年いって思う今日この頃なんですよね、っていうのは、これソニーの見解じゃなくて、一個人の猫松の発言だと思って聞いてほしいです。はい、大丈夫です。いや大丈夫なのか。上司が聞いたそっとしそうな発言を若干してる自覚はあるんですけど、はい、なので、はい、オートモーティブの業界にの方に関しては、そういう形で、うまく、ソフトウェアのリーディングと業界を作っていくと、多分幸せ度が高い。で今だったら全然これから、まあ、これからっていうのはあれですけども、まだまだ立ち上げフェーズだと思うので、大きなジャーニーの中では、十分可能なんじゃないかなって思ってます。というのが、はい、日下部さんへのなんかあれになります。そうだね、でもそれをどういう場でやるかって、結構こういうのっていうのは、いわゆるポリシーメイキングとかそういうところになるって。そうですね、ディシジョンメイク、まあ、ちょっと関わる人が多いからっていうのはありますけど、まあ、それでも例えばオープンチェーンみたいなところで、今更そういうのやるのみたいな、ありますけど、まあ、今 やらなきゃやっぱ変わってかないっていうところあると思うので。そうですね。はい、なんか、AGL のリファレンスにするためには、そこじゃないといけませんよっていうのを、例えばトヨタとかが旗振りで言うと、他のメーカーもそれに追随せざるを得なくなるっていうのはあると思いますけど、うん、しかもこの話って基本的にみんな情報が偏っちゃってるか知らないだけで、基本的にうまく回った三方よしの話なはずなんで、きちんそうそうそう、誰も例えばチップベンダーもコストが増えてつらいとかいう、短期的にはそうかもしれないけれども、長期的にはそれで、あそこのチップベンダーさんも常に安心だし、受ける側でステーブルバージョンアップしなくていいからすごい安心だしっていう売りになっていく話だと思うので、いやいや、まあまあ、まず、そうそう、多分 メーカーの、調達部門にとってはマイナスになるんじゃないかなっていう短期的に要は高く買わないといけなくなったりとかしちゃうからっていうことだと思うんですけど、はい、うん、でも本当はそれってアップデートしてもらうんだったらそれなりの個数はかかるわけだから、それをマイクロサーバーセキュリティ上のアップデートが必要だっていう、うん、その予算はどっかで取っとくべきなんですよね。そうそう、いや、御社しないんですかみたいな、なんかそういう、やっぱそういう業界としての情勢をやっぱきちんとしていかないとなかなかうまくいかないっていう、まあ、大きな話だと思ってはいるんですけども、まあ、AGL とかは立ち上げてもかなり何年も経ちますし、まあ、全然できるとは思うっていう、まあ、うん、外野のあれ、はい、ある意味では国であるとか、または EU であるとか、そういうところに対する政策提言みたいなものになるのかもしれないな、なんていうのをとうとも思いつつ聞いてました。すごい大切なディスカッションな気がします。はい、草壁さん、いいですかね、思わぬ方向に話が燃え広がった感じがしますけど、あ、いえ、多分共通認識で、で今、まあ、僕としては今 OEM に来たっていうのもあるので、まあ、はい、
その辺をうまく使って、ちょっと、ね、まあ、AGL なり働きかけて、はい。いけばいいかなと思ってますので、はい、今後もよろしくお願いします。はい、こちらこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。で、ここら辺でよろしいですかね。他に何かありましたら、まだぜひ。大丈夫ですかね。はい、じゃあ、豊岡さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、